はい、皆さんこんにちは。今回はですね、このリクエストモデリングの第1弾の続き、ジムスナイパー2ですね、やっていきたいと思います。改造がね、終わりましたので、前回の動画でね、こっち側だけね、終わらしてたんですけども、右側もね、終わりました。で、ヒッチはね、もう本当に接着剤でつけただけです。で、ここの穴の処理をどうしようかなと思ったんですけど、せっかくね、ジムカードカスタムでね、こういうなんかダガーがついてるやつありましたんで、かっこいいんでね、つけてみました。で、左側はこのダガーのね、縦持たないときはこれをつけて、縦持つときは、このね、スナイパー2の今ちょっと接着でね、乾かしてる最中なんですけどね、縦をつけるやつのここが棒ではなかったのでね、棒をくさび型に切り替えて、ちょっと出てる突起物にね、刺して、まあ、接着しております。なので、これ付け替えるとね、よっ、このダガー部分をね、取ると、まあ、ここにこうね、刺せるようになるんでね、縦がつきます。はいはい、こんな感じでね、縦がこう刺さります。で、今回でね、これ仕上げていきたいと思います。で、後でね、またノーマル状態、今のこの状態で、サフ状態、塗装状態っていうのをね、やっていく、こう改造法とか、こうね、流れでお見せしたいと思いますのでね、後ろの方までよくご覧ください。じゃあ、ちょっとサフ拭いていきましょうかね。じゃあ、サフ拭きが終わるまでスキップします。はい、サフ拭き終わりました。こんな感じですね。ちょっとね、バックパックの位置がね、下すぎるような気がしますので、こうちょっとね、上に上げるかもしれないですね。ちょっとね、こんぐらいで、ノーマル位置だとね、こんな感じで後ろね、バックパックが前から見た時に全然見えないんですけど、ちょこっと見えた方がかっこいいのかなと思いますんでね、こんな感じにしようかなと思ってます。まあ、色塗ってからね、ここなんでね、軸を調節するだけなんでね、後でもできますんで、ちょっと仕上がり具合を見てから判断しようかなと思っております。それでは、私の息子がね、グリーンが大好きですのでね、せっかくですんで、グリーンに塗っていきたいと思います。それでは塗装をやっていきましょう。はい、基本塗装が終わりました。こんな感じですね。息子のね、リクエストでグリーンにしてほしいということだったのでね、ジムスナイパー2なんですが、ジムスナイパーの1型ですね、初期型みたいな色の配置にしてみました。これをマスキングでね、塗り分けております。で、今からそうですね、大好きなデカール針の時間がやってまいりましたね。で、デカール針もね、時間かかっちゃいますんでね、ちょっとね、貼ってるところはカットさせていただいて、デカール針完了までスキップいたします。デカール針終わりました。こんな感じになっております。まだね、カメラのところのね、クリアパーツつけておりませんが、まあ、イメージ的にはこんな感じですかね。ちょっとビーム消してますね。機体番号は105にしてみました。この数字に意味はないんですけどね、なんとなく105ってかっこいいのかなと思いながらね、合ってました。デカールとしてはそうですね、オリジン系のものとね、プレイ版のものとね、いろいろ使いながら貼っております。こんな感じです。いかがでしょうか。もうちょっとね、貼り足りないなと思ったんですけどもね、多分子供がね、ガシガシ動かして遊ぶと思うんでね、こう触りそうなところ、こういうところとかね、こう触りそうなところは、ちょっとデカール貼らないようにちょっと作ってみました。でね、子供に聞きましてね、
途中までできたよみたいな、ちょっとね写真見せてこんな感じでできてるよって話したら、まあそれもそれでいいみたいな、こうね汚しとか入れない方が好みらしいので、ウォッシングをするのをちょっとやめてですね、こう綺麗めな感じでちょこっとだけドライブラシして仕上げようかなと思っております。まあね、息子がそういうリクエストでしたのでね、私としてはね、あの汚れてた方が好きなんですけども、ちょこっと墨入れして、ちょこっとドライブラシして、で、ワンポイントのね、なんか色をつけて仕上げにしようかなと思っております。それでやっていきましょう。はい、完成いたしました。結局ね、あのウォーシングはやめて、フィルタリングをしてみました。さすがにね、あのテカテカだとね、ちょっと私的にはね、さすがに息子が渡すのが気が引けますのでね、フィルタリングをして色調をね、あの整えまして、でドライブラシ軽くしました。はあ、こんな感じに仕上がっております。いかがでしょうか。この後にね、あのぐるっと回したらまたつけておきますんでね、あのゆっくりご覧ください。バニラの中はね、あの私最近マイブームのね、スター、あ、これですね、スターブライトゴールドを塗っております。まあ、足裏もねこんな感じで塗っております。はい、なかなかうまいことできたんではないかと自画自賛ですが思っております。いかがでしょうか。こういうねカラーバリエーションもあってもいいのかなとは思うんですけどもね、一応ここにねお気づきの方おられるとは思うんですけどね、このカメレオンのね舞台マーク入れております。スナイパーですのでね、はい、で前面からはね色が目立たないような感じにしております。その代わり裏がバニャーねいっぱいありますので、金色でちょっと目立つ感じになっておりますけどもね、はい、とまあ縦ちょっとつけてみましょうか。個人的にはスナイパーなのでね、縦いるのかなとは思うんですがね、まあスナイプするだけのお仕事じゃないかもしれないのでね、はい、縦つけるとこんな感じになります。はい、これでね息子も満足してくれるといいんですけどね、汚しすぎやって言われたらね、ちょっとまたもう一個作らないといけなくなっちゃいますんでね、はい、これで満足してくれることを祈りましょう。またね、一応ね次回リクエストモデリングの第2弾ね、一応キットは用意できてますので、始めようかなと思っております。まあ順番はね、手に入ったキットの順番になりますので、ね、リクエストいただいた順番ではないんですけども、手に入らないキットもねちょっとありますので、大分はちょっとねその物流がそんなにね都会ほど良くはないんでね、入らないものもありますんで、入った時にまたねリクエストをお答えしていこうかなと思っております。はい、で、次はですね、そろそろこのねオリジンガンダム、これもデカール貼っただけなんでね、心を仕上げていこうかなと思っておりますのでね、またご覧いただければ嬉しいです。はい、あとはどうしましょうか。あとはポージングとかもね、私ポージングすだちといってはね、こう立ってるだけのポーズが結構好きなもんですから、こんなポーズ取らせてくださいよみたいなねことがありましたら、またコメントいただければね、同じキットであればね、こうメインチャンネルに出すのちょっと私気が引けますのでね、サブチャンネルとかでねポージングとかでやったりとかね、しようと思います。リクエストがあればですね、はい、なのでね皆さんよかったらサブチャンネルもね登録していただけるとね、もしこのメインチャンネルなんかトラブルがあった時にサブチャンネルに多分上げ出すと思いますんでね、
できればサブチャンネルの登録もよろしくお願いします。はい、こんな感じですかね。はい、それではね、皆様ね、お体お気をつけてね、お過ごしくださいね。私も気をつけてやっておるんですけどもね。はい、では、この動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではさよなら。